2020年の東京オリンピック・パラリンピックで選手村として使われる東京・晴海の一帯をオリンピック後に公園や学校も揃った新たな街にする計画が発表されました今はまだ建設途中の選手村この辺り一帯がオリンピックの後には1万人以上が暮らす新しい街として生まれ変わります。 三井不動産レジデンシャルなど11社は18ヘクタールの土地で1万2000人が住む街を作る計画です。選手用の住居21棟をマンションにするほか、タワーマンションも2棟新設し、5000世帯以上の住居を構えます。